どうもこんにちは。今回はですね、国産オクワガタの産卵セットを組んでいこうということで解説させていただくんですけれども、今こちらの4個のケース、オクワガタのオスとメスペアリングしております。だいたい羽化後1年を目安に交尾可能になるんですけれども、1回産卵セット組んだのが5月で、で1月半ぐらい経って産卵セットからメスを抜いたんですよね。それでまたペアリングして2回目の産卵セットといった今回の手順になります。これが千葉県のオスですね。千葉県産のオス、まあオスはねメスを挟まないようにこういう形で針金で縛ってるんですけれども、こんな風にねオスの上顎を針金で縛っておくとメスを挟まないので安心ですね。でメスがこれですね。これショーケースでゼリーを6個ぐらい入れてて、で大体全部食べ終わった頃合いですので、もうぼちぼちかなといった感じです。で全部残りのケースも同じ状況ですので、まずはオス別のケースに分けて、でこのメスも産卵セットに入れていくんで分けていきます。でラベルがものすごく大事ですね。これオスのラベル、千葉県横芝 F10、 まあなかなか類大の進んだローカルラインなんですけど、こんな感じでねメスもラベルを貼って、で産卵セットにはメスだけ入れていきます。まずは産卵剤を準備していくんですけれども、これはクヌギの BL 規格になります。若干固めの B 規格で、幅の広い太い L サイズということで BL 規格のクヌギ剤です。まあ、材の種類に関しては、クヌギでも、ナラでも、コナラでも、オクワガタ、何でもいいと思います。で若干固めの材がおすすめですね。B 規格なんていうのは、オクワには非常に合うんですけれども。あとは、S か L かといったところですけれども、まあ、細い S サイズの材でも、外側から削って産卵するんで、そんなに問題ないですけど、まあ、L サイズの方が、ゆったり産卵できるかなという考えで、僕はクヌギの BL 規格を使ってます。でまずはこのクヌギ剤すべて水につけるんですよ。今回4本使うんですけど、一旦水に30分ほどつけてください。でそして1日から2日ほど陰干し、で若干表面が湿ってるぐらいが程よい水分量になるんですけど、これで表面をこうやって削っていきます。樹皮を剥いでいくんですよね。きれいにしてあげる、まあ、樹皮を剥いた方が産卵の取っかかりが早いっていうのがあるんですけど、でこのジャリジャリとした部分、これもきれいに削いでおく。すごいこの作業はいつも重要視してますね。きれいな材の方がクワガタも産卵の取っかかりが早いかなという考えがあって、材はいつも神経質なほど仕上げには気を使います。でこっちもね、よいしょ、いい、よいしょ、これでどうだろう。あ、いい感じで表面をねこうやってきれいに
いい感じですね。そしてこの椎茸の種ごま抜いておく。まあクワガタ用の産卵剤ってほぼ 100% 椎茸のほだぎを再利用したものなんですけど、椎茸の種ごまが入ってますんで、こうやって抜いてください。でこれで完成です。バッチグー。今回は小サイズの飼育ケースに材1本のセッティングでやっていきます。マットはこちらですね。埋め込みマットです。クワガタ用の埋め込みマットとして売られてるものでしたら大体何でもいいと思うんですけど、まあ、オクワガタはマットには埋まないんで、そこまで神経質になる必要もないかなという。これぐらい入れます。そこに敷くだけですね。で材をこうドカッと入れて、こんな感じでショーケースで BL 規格1本、中ケースで BL 規格2本ぐらいが目安になります。でこう上からマットかぶせて半分ほど埋まった状態にします。はい、これで完成ですね。むちゃくちゃ簡単でしょ。完成。メスが4匹いるんで1匹に産卵セット1つ必要なんですけど、もうあっという間にできてしまう。でこう材ズボッと入れて、はい、こんな感じです。産卵セットが組み上がりましたんで、蓋を開けたゼリーをいくつか入れて、交尾済みのメスを1匹だけ入れます。オスは入れません。でラベルを貼った蓋をして、これで完成です。でこの状態でだいたい25度前後ぐらいの場所で管理できたら理想的なんですけど、エアコンで管理しない常温管理の場合は、時期的には4、5、6、秋だと9、10、11、この辺の季節の変わり目を使ってうまく産卵させてやってください。暑すぎるとか寒すぎるという状況ではオオクワガタ産卵しませんので、あとは温度が仕事してくれます。家の場所で常温だったら、そうですね、玄関で風通しのいい涼しい場所とか、そういったイメージで管理していくといいと思います。今回はどうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。それではさようなら、バイバイ。